はい、皆さんこんにちは。公民事件物語第104弾です。ついに、最後の公開模試が届きました。これが、6つ目の模試になります。地方上級国家一般職直前、公開模試になります。早速開けていきましょう。はい、中身を見ますね。これが、回答解説で、これが問題で、これがマークシートですね。回答用紙で、これが要項というふうになっています。はい、試験日は、5月9日月曜日の10時からです。最後の公開模試というところで、しっかりと準備をして、本番さながらの、緊張感を持って、最後やっていきたいなと思います。はい、もちろん当然目標としては6割を目指していきたいなというふうに思います。50問なんで30問超えを目指していきます。今回以上です。